さんこんにちは、賃貸のまさきです。本日は近鉄平畑駅のエリアにありますリビエール 1K のお部屋のご紹介です。こちらのお部屋はバスとトイレが別になったセパレートタイプの単身者に大変人気のあるお部屋になっております。まずこちらが洋室の方になっておりまして、ご覧のように大変明るいお部屋になっています。そしてこちらのお部屋にはこのようにエアコンがついていたり、こちらにはモニター付きインターホンもついています。そしてこちらのお部屋にはとても大きなクローゼットがついておりまして、このように私がすっぽり入ってしまうぐらいとても大きなクローゼットがついています。たくさんのものが入りそうですね。そしてこちらのお部屋のレイアウトを少し私なりに考えてみました。まずこちらにテレビのアンテナの差し込み口があるので、この辺りにテレビを置いていただいて、そして部屋の中央部分にテーブル、そしてこちらの壁の部分にはベッドやソファーなど置いてみてはいかがでしょうか。とても素敵なお部屋になると思います。続いてトイレの方に行ってみましょう。こちら扉を出てすぐがトイレになっています。こちらは洋式トイレになっておりまして、コンセントがあるのでウォシュレットの取り付けをすぐにしていただけます。そしてこちらがキッチンになっておりまして、このようにゆったりしたキッチンになっています。下にもたくさん収納ができるようになっていて、こちらには冷蔵庫もついています。そしてこのキッチンの隣にはリモコン給湯があるので、温度を調節して使っていただけるとても便利なものになっています。そしてこちらのキッチンの後ろには室内洗濯置き場や洗面台があります。続いてこちらお風呂の方へ行ってみましょう。こちらがお風呂になります。こちらのお風呂には換気扇がついているので換気バッチリのお風呂になっています。そしてこちら最後が玄関部分になります。こちらの玄関部分にはこのように靴をたくさん収納できるシューズボックスがありまして、高さ調節も可能になっています。でも使い心地が良いですね。以上でお部屋のご案内を終了させていただきます。こちらのお部屋で新たな新生活を始めてみてはいかがでしょうか。詳しくは賃貸のまさきホームページでご確認くださいませ。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを真心込めてサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。